ネットワークサービス研究室ではネットワークでつながった複数のコンピューターによって新しいサービス便利なサービスを作り出すそういう研究テーマに取り組んでいますそして世の中で使える技術ネットワークの技術コミュニケーション支援技術と現場のニーズ防災減災地域雇用の課題それらを組み合わせた新しいテーマというものを作り出しています具体的にはここに挙げているようなテーマについて取り組んでいます では災害時可視光通信についいてて紹介していきます災害時に携帯電話などの通信インフラが使えなくなった時我々はどううやって助けを求めばいいでしょうか東日本大震災のような大規模な災害の時には実際に長期間広域で携帯電話や普通の電話が使えなくなったという状況が発生しました。 そういう場面で、えー、よく捉えている方法としては、実際にこれはあった例ですけれども、地上から上空を飛行するヘリコプターに対して、例えば避難場所になっている小学校のグラウンドに文字を書くなどの対応あの方法でメッセージを伝えるということが行われていました。イメージとしてはこれは実際にもあらかじめ用意しているシートを地面に引いている。 写真ですけれどもこういうふうに地面にメッセージを書いてそれで上空を飛ぶヘリに対してメッセージを伝えるこういうことが行われています原始的な方法ではありますけれどもこういう手法が非常にこう有効であるというのが言えますしかしこれは夜間だと見えないという問題点があり夜間でも使える何か良い通信手段はないだろうかということで考えたのがこの光を使った通信いわゆるこう可視光通信というものになります これがまあ災害時可視光通信の研究の始まりというところになっていますこれは実際に夜間に上空を飛ぶヘリコプターから地上を撮影した写真になっています 例えばこ、この災害時可視光通信のイメージと将来的なイメージとしてはこのような地上の映像を専用の装置を見て表示すると例えば、ここにあるように左側の光高原からは「何々避難所避難者何名水が不足しています」というようなメッセージがこの光に込められている。 また右側の方の、えー、緑色と赤色の光が見えてるところがありますが、ここからはまるまる避難所、避難者が何名、怪我人がいます。こういうメッセージがこの光に込められている。えー、そういうふうな情報を上空からも確認できるそういうふうなシステムというものの開発を目指しています。我々の研究室では、例えばこう怪我人が何人というメッセージを入力すると、それを RGB の3色の色変化に変換する手法を提案していますそしてその RGB の3色の色変化を実際に LED のライトで光らせそれを上空を飛ぶヘリコプターのカメラで撮影することで受信するそういうふうなシステムを作りましたでか、えー、ヘリコプターに乗せてるカメラの方では撮影した映像の中から、えー 色の変化が生じている部分を抽出しそこに乗っかっているデータを表示するそういうふうなシステムの開発を行っていますこれは実際に試作したシステムの映像ですこのようにメッセージを入力しますそうするとそれに対応する色の変化の情報を生成し それに合わせて LED のライトを光らせます。このようにまあ色の変化が発光します。それを手前のカメラで受信して、それを元のデータに戻すと画面に送信しているデータの文字が表示される。そういうふうなシステムの施策を行いました。